たいちゃんの歌舞伎アワー 皆さんこんばんこばは。8月31日となりまして、えー、うちの地元ではですね8月に松明といいまして、えー、ご先祖様をお迎えする松を燃やして ですが、皆さん今夜なさってると思いますが、えー、これで先祖が来てくれて、あとはまた帰ってて、また来年ということなんですが、うちの母がちょっと去年暮れに、えー、旅立っちゃったんですが、もうこのウコンさんとのもうトークを何回も聞いて、本当に本当に喜んでくれたので、なんかこれ本当親孝行、ちょっと思い出しちゃったですけども、<laughs> 親孝行させていただいたの、 本当に感謝しております歌舞伎俳優のえうこんさんでございますこんばんはこんばんはそうだったんですねそうなんですよでも本当に聞きたい聞きたいと言ってもうトークがお上手だし声がいいしということでありがとうございますました。本当によく起させていただきましたがそんな中でですねさまざまな舞台にお出になって去年の秋には日生劇場でのジャージーボーイズこれはミュージカルってことですミュージカルですね日生劇場もお出になってます日生劇場はあの歌舞伎では えーっとにえー、なんか2回ぐらいあったかな。日製の歌舞伎自体がねあんまりないということ、ね、な,かな,かないんでけどね。それで今回はジャージーボーイズ、はい、まあ、はい、ザザッとどういう感想をお持ちですか やっぱりドキドキする思いをするし歌も芝居も今までのやってきたこととはまたちょっと違うお芝居に関しては何度か映像もそうだし舞台もさせてもらってこうやって気持ちを形にしていくという作業なんだていうのはもちろんあとお結構1ヶ月間やるとかそういうのも。 何度か経験ししてましたけどやっぱりこう例えば音楽の間にこうセリフがあって、はいはい、そこから入っていくとか、うん、まあ難しいこと多かったあとは、うん、音音楽って言っても一人で歌うわけじゃない部分もたくさんあって、うんうん、ハーモニーなんで、うん、そこはもうってるんですか本当軍隊のように。<laughs> <laughs> あの、お稽古をてました、ね。あ、そうなんですね。そのねこれまた面白いもので、あの、歌舞伎でもね、先輩がなさってるのを、後輩が同じお芝居をなさいますけど、はい、今回これダブルキャストで、経験者の方々と、あと初めての方々ですそうですね。ののまああの、もちろん、4人のな、四人の物語でしたけども、うん、あの、経験者もい,い,いるっていう,う,う状態の中でね、うんはい、ですけども、あの、主演の方はもちろん、うん、あの、うん 初めて今回、うんえー、主演というかね物語の真ん中に立つっていうことをやってたりとか、はいうん、僕もまあ初めてだったしうん、うん、初めてチームとっていうような、まあ、ニュアンスもありつつの舞台でしたけど、ねうんうんうん、それねお客様はまあ見比べれるのも楽しいですし、うん、それプレッシャーみたいなのはないんですかね いやあんまりこれは歌舞伎で慣れてるっていう確かにそうなんですよね,すよねだから中川紀憲さんって方がずっと主演をやってました主人公やってましたけど。うんうんうん 今回花村太さん花村さん自身もそういうことを結構どうしたらやっぱり気になるみたいなことを言ってて僕は歌舞伎の世界でそれは当たり前別にあんまりそういうふうに見る人もいるかもしれないけど気にしなくていいんじゃないですかって僕は気にしてないですよみたいな話を。 したりとか、うん、だからやっぱり4人の物語なだけあって、うん、もちろん他にもたくさん出演者の方みんなでチーム感ありました、はい、やっぱり4人で一人一つっていう感覚でやれたんでね,、うん、そ,でねその仲間これもやっぱ仲間との出会いっていうことに関してはすごくす、ねうん、面白いですねこういう公演面白いまたあのその主演の方が入れ替わったりっていうのもありましたよ、ねうん、あ,ありましたありましたあれもドキドキしましたね、はいはい で、公演の後にトークショーみたいな演出の方と僕あの回に偶然拝聴させていただきました楽しかったですそしてお客様も今ペンライトじなんて言うんですかねこういう文字の入ったペンライトでいいんですあれで一緒に盛り上がれるというねおじさんも一人でやってましたああいうベイベイ楽しかったいいですねああいう公演をまた経てそしてあの 出来上がりのお写真をタキシード着てらっしゃるの、はい、やっぱおじい様に似てるねっていう方、う横顔歌ってるあ。ありがとうございます。ね、スタンドマイクで、そういうところもいろいろと魅力が溢れておりますが、そして、えー、新しいものといいますか、こううん、非常に古風にも思えて楽しかったという評判だったんですが、7月ですよね、はい、新作歌舞伎、えー、新橋演舞場で、ごめんなさい、刀剣乱舞の、はい。月の剣、にしの霧の葉。はい これにご出演なさって小木継丸と足利さんのお名前がよしてるよしてるさんこちらお忙しかったですけど、そうですね。でもまあ松屋さんを本当にちっちゃい時からずっとあの世話になってるっていうかね、もう兄弟みたいなね、僕も甘えてきてあの弟みたいな感じで関係値気づいてきましたけど、やっぱりその松屋さんがこうやって真ん中で新作歌舞伎作るっていう伝五所っていう劇場でね、も本当にこれは あの先輩にとっても歴史的なことだと思うし、はいうん、っていうことで僕を必要としてくれたことにも応えたいって、うん、あんまりだからなんかそのなんていうんですか、うん、あの大変だなみたいな,な、うん、まあ体力的にはねやっぱり毎日2回公演が続いたりとかするとでも階段の立 <laughs> そうもあれはすごいですねちょっとまあ異常に鎧が重いとかねとそういうのありましたけど <laughs> で,もでもハラハラしながらでもすごい皆さんちゃんと混乱してらしたしうん、うん 初めて見ましたあのえ鎧つけてあんな階段で立ち回りっていうのはすごいですねそれで最後つけたままでしたっけ後ろつけたままですよちょっと後ろ向きにねもし菜園があるんだったらちょっと鎧は軽くしてほしいそうですそうですよねあそこ別にそうはあの本ちゃんのものじゃなくてもいいような気もしますけどそれをね途中でこうよいしょってこう後ろにやるぐらいはい そのつね丸というものもあるしでもほぼほぼ割合的には芳輝さんの方が多かったんですかねそうですね,ね狐丸、まあ、どっちも翻訳っていう感覚でしたけどもつね、うん、丸はどっちらかというといわゆる「六振り」っていうその刀のね「つくもみというキャラクターがまあ6人揃うっていうところに自分もいるっていうような感じでしたけどまあ芳照はその主人公の。 松屋さんの主人公とのこの関わりっていうかそこがすごく描かれになりましたも本当さまざまに衣装を変えてらしたしあと山八巻っていうんですか似合いましたああそうですかだからもうね全体的にねじましたいやもういやもうでしたずっと見てるとんかもう吸い込まれるぐらいのどうですかそうあ思い出した僕おたっつんで泣いちゃいました おたつでおたつで泣いて自分もびっくりしました恥ずかしかった僕しか泣いてないからでも分かります分かりますってねあれ僕もやっててやっぱりねそうなんですよその何時とかいやいや全然全然あのいやそれこそねあ本当ですかまあももうこれの ね、舞台やりながらあの、それこそ菊三郎さんってずっと僕ねついてくれてるとわ屋のお弟子さんがまあ、衣装とか着せてくれながらでも相手のお次っていうその、まあ、お立つとしゃべる役とかまあ、男子もそうですけどそのお次って役を菊三郎さんやってくれてたんで楽屋でその。 細かい、あの、捨てゼリフのやりたりとか、一装着教えてもらいながらとかやってたんですよ。なるほど。そういうところが全てね。<laughs> うん、それでもね、社のね、あの、着付けも本当に、 なんかね、白い細いがシュッと見えるところも綺麗でしたし。うん。スケスケなんかも来たことないからドキドキしちゃって。大丈夫なのこれ。素敵でした。本当に素敵でしたんですけど。もうちょっと行っちゃいますね。あの、去年好評でした。ラジオで名台詞。今年は三人吉と萌えの白波。大川端、大川端、高新塚の場のお嬢吉祖さんといえば皆さんご存知だと思いますが。これをコこさんに。ちょっとこのマイクから離れ気味でもよろしいでしょうか。あ、っちゃうの。はい。 じゃあもういきなり行っちゃいます。わ、はい、かりました。はい。あれ、見どかんせ、おるふりそで姿の姉さんを、をよだかからぜねえ、くすねで、かだな、ぶんどって、おう、すしをからげて、かわばたのきっくいに、足をのっけたところで、寺の金がひとつ、こーん。月もぼろにしらうもの、かがりもかすむ春の空。 冷て風もほろよいに心持ちよくうかうかと浮かれガラスのただ一羽。 ねぐらいけえる川端で、さおのしずくかぬれてであわ、思いがけなく手に入る百両。今夜払いましょうや、役落とし。もうん。本に今夜は節分か。西の海より川の中。落ちたよたか役落とし。豆だくさんに一文の銭と違が

また戻るんですけど今年出演なさったものの中で田村会演奏会というはいはいはいそうなんですよこれもですねちょっ踊りの家元があのあんたカンザブロさんの亡くなられたねあのこう歌ぶりってよかったのだよ見せたかったわって言ってくださってたのが頭にあったついこの公演会メールで来たのでわこれだと思ってそれで 役者さんが小歌ぶりをああやってね、うん、舞台でなさって、うん、なかなかないいやーなんかねあれもいい経験でしたあのや,やっぱね一生懸命っていうのとはまた違いますよねおっしゃってましたもんね、うん、あの楽屋うちもなんかこうほーわかとしてわけてそうそうそう,そう,そう,そう緊張感っていうのはもちろんあるんだけどなんか くななないいってうね不思議経験でしたそうなんですねでもあれだけ面白いもんですこうねあのドリフのコントじゃないですけどこっちがしまったらこっちにもういてってポン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 2分3分こういう演出なんだと思ってだからもうほんと全然んか知らない曲でも飽きずに味わわせていただいてそしてケンケンが3曲メドレーみたいな感じでロクさんのお歌「花の曇り花の雲」かな。花の ありがとうございますということはですねちょっとこういうなんかあれなんですけど六代目さんもひよじいさもスケロクなさってますよねそうですねはい清本ですあ、そうですねえ、あれはもう普通普通っていうか踊りじゃなくですよね多分。いやあのいわゆる芝居としてはいはいよろしくスケロクスケロクねなんかそのスラッとかっこいいもちろん松島さんもナイテさんもそうですけどもまたそうじゃない 子供,子供ですからねこのケンケンの身長でまたこうなんか愛嬌のあるといいますかかっこいいだけじゃないこれだからねあの猿王、NO、のおじさんの助六は本当にそうか無邪気なもう自分のバってもなんか思った道行くっていうのが、うん、まあまあこうなんていうんですか やんちゃに見えるいいうですすごくいいですよっていうかすてきですよね立場的にこれだけ歌舞伎界とかいろんなアートとか芸術とかねの世界の方々にも愛されてるしそういう立場と僕助六がすごいリンクしてあれ2時間だって道具も変わんないでそうそうそうすごい芝居ですよただただいろんな人が出ててももう見れちゃうっていうのはねでもましてや 花道の踊りは清本です、はい。うん、っていうね、ね夢描いております。どっかでね、どっかで、そのうち。いつの日かね、うん、だったら、すごい人数ですからね。うん、あれです。慕われてないとできないですから、ね。あ、<laughs> いや、でも、本当そうですよね。<laughs> うん、あれは、そういう、うん、うん。いや、本当、あれをね、こう、思いました。田村会拝見させていただいて。あう素敵な。もう、本当、こう歌ぶたり、これはもう、もしかしたら、もう一生見れないかなっていうぐらいの役者さんの。 本日の舞台でございました。はい、いしということで、三週連続お越しいただき、本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。ぜひ、ね。こちらこそ、さらなるご,ご活躍を祈っております。ますでは、最後に、ご一緒にお願いいたしましょう。ーせーの、おおきに。